テレビアニメ君は放課後インソムニア秘密のラジオ活動。皆さんこんばんは。テレビアニメ君は放課後インソムニア中身眼帯役の佐藤源です。こんばんは。曲がりいさき役田村好美です。アニメを盛り上げる各種配信のラジオ番組、今回もスタートしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第2回目ですね。はいはい。いや、どうですか、私の挨拶様になってるでしょう。どうですか。名前言っただけですけど、それはこの後来ていただくゲストの方に聞いたらいいんじゃないか。そうですね、やっぱりベテランの方でありますから。そうですね、第2回で浮かれるなって感じです。じゃあ私今日もね、ちゃんと耳にこれつけて、うん、ね、もうね、イヤホンつけて。前回何ですか、ま、何ですか。まずだってさ、はい、あのイヤホンという存在を知らない人のようなさ、これは何ですか。あのマネージャーさんも、うん、あのラジオ聞いてくださってて、いや田村笑ったよ。いや田村、いやあのワードが出てくるのはさすがだよって。まあ褒められました。よかったです。やっぱりね、 あなたありのままの方が本当に面白いから。普段は抑えてるんですよ。抑えてますよ。やっぱいい子に見られたいです。いい子に見られたいですよね。えそれはね、うん、そうですよ。あれ抑えてんだね。あ、いや抑えてますよ。じゃあ爆発しちゃったらどうなっちゃうの。えちょっとまあそんなね、はい、爆発した田村この耳にも期待ではございますが、はい、あれありがたいことにアニメは2話まで放送されています。はい、周りから反応とかあった。あの、うん、第1話が放送されてから、こんなに感想をもらえるってぐらい、うんうん、普通にあの連絡を友達からいただいたし、あったよかった。あとツイッターの方でも、うん、ハッシュタグキミソムで、うん、いろんな感想を、嬉しい感想をいただきまして、うん、佐藤さん、うん、私めっちゃ嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しいんですよ。よかったよかった、本当に。どうでした、感想来ましたか。いや来た。これはなんかそれこそやっぱりあの同じ役者仲間だったりとかも、はい、これすげえってシンプルにもう音楽もすっごい綺麗に命かけて作ってんだぞったんだぞっていうのをね、本当にあのなんかそれがいろんな人のところにすごいストレートになんかこう変な混ざり気もなくストレートに届いたんだっていうのから本当にいいスタートを切れた。よかったなっていうのを思いましたよ。もうはい。そして4月9日石川県野々市で選考上映会ありましたけども、市長と挨拶できました。挨拶できました。よかったよかった。舞台裏で、あ、田村さん、いや立って呼んだ方がいいのかな。あの YouTube ライブをね見ててくださってますから、あの本当に気さくな方でした。市長お茶目だな。めっちゃいい方でした、ね、いや俺もねやっぱりまだね行けてないから、あのぜひあの本当にお会いしたいと思います。七尾にぜひ、ええ、一緒に行きましょうね。行きます行きます、はい、そしてですね、本日はなんと初ゲストに、こんな豪華なことはありません。もう倉敷宇佐久役の能登真美子さんに来ていただきます。本当にありがたいお話です。能登さんはね、はい、なんとその石川県、はい、ご出身ということもありますから、そういうのもね、はい、兼ねていろんなことをお聞きして、そしてやっぱり大先輩でもございますから、はい、あのこのちゃんやっぱり隣に座ってらっしゃるんですけど、うん、若干私の右心臓が早めに動いてます、うん、あの心臓左にあるんだけど。右、私の心臓は今右にある。あなたは何を言っているの。やばい何を言っているのかな。やばい若干細胞が震えてる。やばい、細胞レベルで震えてる。やばいです。言動おかしいなとか、うん、ちょっと田村さん面白いなっていう、感想などありましたら、うん、ラジオの感想ハッシュタグキミソムラジオつけてつぶやいていただけると、あ、私の発言そんなに刺さってるんだと確認できますので、田村さんの存在を私が確認しに行きますので、ぜひぜひハッシュタグをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。でも今成長感じたよ。うまくね、話を持ってってハッシュタグに持っていく、これ成長ですよね。うまくこう、え、すごい、ほら、うんって、ミキサーさんがニッコニコなの。ほらほら、拍手をしてくれたじゃん。ね、みんな聞いて。そうだよ、ほら、これはあのね、やっぱりその田村好美が、はい、ラジオパーソナリティとしても成長していく番組ですから。物語ですからね、よかったよかった。なんかもう話の、でもさ、右心臓はどうよ。聞
今日のパワーワードもう出たよ、右心臓。みんな私の味方についてほしいからハッシュタグでつぶやいてくれ誰か私の護衛についてくれお願いだよ。はい、もうゲストをね、すぐお呼びしたいと思いますので、はい、じゃあね、今日もやっていきましょうか、はい、それでは始めていきましょう。秘密のラジオ活動スタートやぜ。君は放課後インソムニア、秘密のラジオ活動なんでよ私のせいですか。君は放課後インソムニア中身艦隊役の佐藤源です。曲がり伊崎役田村好美です、はい、そしてゲストはこの方です。はい、皆さんこんばんは、倉敷うさこ役の野田真美子です。よろしくお願いします。先生、よろしくお願いします。会いたかったよ。本当になかなかね、こういうご時世もあって、アフレコ実は一緒にねできることが本当になかったので、今回こういうふうにお会いできて本当に光栄です。ありがとうございます。こちらこそ本当に2回目でもう読んでいただけるなんて思ってなくて。ありがとうございます。私事務所の方から田村2回目に野田さん来るんだよ、ちゃんとしなって言われてますいやまさか2回目に来られるとは、あ、もうちょっと成長した姿をお見せしたかったのに。野田さんいかがですか先ほどのオープニングと聞かれてみて。いやもう心臓の左はもう掴まれました私はそうそう今は野田さんもちゃんと心臓左になった、よかったよかった。さっき右心房って音したんだよね。そうですそうですそうです。そうでした。そうでした。位置的には左ですね。そうですね。ごめんなさい。医学を超越しかけた。ごめんなさい。気持ちはすごく伝わりました。とても嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、野田さん演じる倉敷先生は、はい、天文部の顧問ということで、はい、ガンタ、伊崎とも本当に関わりが深いキャラクターです。はい。なんですけども、はい、野田さん、この作品の、はい、印象とかも最初の印象とか覚えていらっしゃったりしますか。この役をいただいた時に、はい、タイトルは存じ上げてたんですけど、はい、漫画をこう読ませて原作を読ませてもらって、なんだろう、すごくこう温度が伝わるというか、なんか五感にとっても訴えかけてくる、はい、すごく繊細で、あ、これがどうやってアニメーションとして立ち上がるんだろうっていうワクワクもすごいありましたし、とにかくこの純愛というかピュアさにもう引き込まれて、なんかもうなんだろう、言葉にならないんですよ。すごく素敵な作品だなと思いました。コモちゃんはもうそれこそ野田さんの大ファン。もうそうですよ、この収録始まる前に、そうですよ、なんかね、多分本当いい大人だったら、舞い上がっちゃいけないですよね、何見てましたとか言っちゃいけないんですけど、ね、嬉しい。いっぱい言って。なんかもう嬉しいです。好きな、大好きなんです。もう大好きです。大好きなんですよ。語彙力が消えちゃう。大好きなんですよ。いやでもそれが、ね、伝えられるのは本当に嬉しい。そう、伝えたいことは大好きなんです。うわ嬉しい。このパーテーションが恨めしいですもん。でも今聞いてよかったなって今ちょっと思ったのは、アフレコ別々だったじゃないですか、はい、それでこう先生をやらせてもらうときに、すごくクールで、まあ、ぶっきらぼうな印象だけれども、うんうん、すごくあったかい先生じゃないですか、でどうしてもこうやってると、なんかもうちょっとこう優しさを、なんて言うんだろう、生徒を好きだっていう気持ちとかあったかさみたいなのはあっていいんですけど、あんまりこう乗せないようにってい う、それがやっぱり最初の方ちょっと、難しくって、もっと抑えて抑えてっていう感じでだったので、なんか先にこう2人と会ってコミュニケーションをたくさん取れてたら治らなかったかもしれないある意味そういう意味では良かったかもしれない。確かに先生はこう大人というかすごい俯瞰ができる方ですね、そうだよね、はい、本当になんかこう導きってというか、あえて答えを言わない人でもあるなっていう印象がすごくあるんですけども、やっぱり実際に演じてみてもそういうのを感じたりとか、自分となんか似てるなとか思う部分とかあったりとか、逆にここは違うなとかっていうのはあったりとかありましたか。それこそ1話で、はい、猫のツーちゃんが、はい、レタスを加えて行って、はい、草にこうみたいに怒るじゃないですか、はい、ちょっとああいうとこある
想像できないです、ね、想像できない、ね、ちょっとオラってなる時ありますけど、結構あれ耳で聞いてたんですけどすごい面白かった本当に、はい、あれだよね、先に撮らせてもらうことが多くて、そうですね、それを聞いて僕らがやらせていただくことが多かったので、ね、うん、だからなんかアフレコの時に、はい、私は先に終わって失礼してしまった時とかに、はい、お二人が入って、はい、でこうロビーのところからテレビが、はい、音声が聞こえてくるお二人の声が、はい、の時に、はい、初めて二人の声を聞いた瞬間に、はい、もう本当に思わず足が止まって、二人はいるっていう、 ありがとうございます、さきちゃんとあんたくんがいるって、もう自分の中で本当になんかこのぴったりとか言うとすごいなんか上から目線であれなんですけど、いやそんなことございません、いやもう本当にぴったり、本当に素敵だって思って、それを胸に抱えて帰った時がありました。ありがとうございます、すごい瞬間に立ち会ってますね私やっば、やっば、やっばやっば何おっしゃられるやっぱりですね、あよかった、ね、いやもちろん俺も言われてものすごく嬉しいけど、はい、こまちゃんなんかもうやっぱこれ仕事じゃなければ泣いてますよ今一生懸命ね涙をこらえているけども、いやよかったよかった本当に、まあね、そんなキャラクターについての話ももっともっと伺っていきたいと思いますから、はいはい、ここからですね、はい、放送になっている1話2話についてもお話ししていきたいと思います、はいはい、まずは第1話から、これがですね、文化祭の準備期間、段ボールを取りに行った、うん、天文台でイサキとガンタがついに出会うと、はい、いうことでございますけども、こちらですねなんと1話について のメールも来ておりますので、はい、こちらの方を読ませさせていただきます、はい、ラジオネーム三代目紅白の22番さんからいただきました、ありがとうございます、佐藤さん、田村さん、元さん、こんにちは、こんにちは、アニメ1話見ました、僕は、大阪のバラエティ番組探偵ナイトスクープの影響で見始めましたが、七尾市の景色が美しく描かれていたり、ガンタとイサキの掛け合いにキュンキュンしたりと、とにかく素晴らしかったです。また元さん演じる、倉敷うさこも登場しましたが、はい、このクソ猫がというセリフに思わず笑ってしまいました僕は元さんのラジオをよく聞くため、元さんにしては珍しい声とセリフにギャップを覚えましたとのことです。やっぱり、ね、あのシーンは結構強烈に残るみたいですねガラッと変わっちゃうからね、ガラッとやっぱり変わりますからね、はい、そしてね2人は不眠症という秘密を共有しながらも、夜のお楽しみ会、どうせ楽しむなら、はい、寝れないって分かったならお楽しみ会をしようということでしたけど、まあそこからの ね朝が来る景色、そして解禁された愛子さんの、いつ会えたら、エンディングの入り方めちゃくちゃ感動しました、すごい感動しました、元さんも以上はもう見ました、すっすごく良かったですね、うん、あのタイミングはすごいですよね、絶妙だし、私部屋の中を真っ暗にして見てたんですよ、はい、涙ちょちょ切れましたとんでもないです、あの日はなぜか俺もその、はい、なんだろう、この1話どうなったんだろうっていうのがやっぱり気になってて、うん、ずっと見てて、終わった後に、うん、このちゃんよかったね、みんな褒めてるよって言ったらもう感無量ですラインがドンってきて、あ本当にもう今もうそれだけ感動してるんだろうなって思う、でも私あの放送の後、うん、ツイッターのスペースでちょっと感想会みたいなのをやるスケジュールが入ってたんですよ、うんうんうん、これこの泣いた声のまま出ちゃいけないと思ってちゃんと全うしなきゃいけないと思ってそこはちゃんと抑えましたね、いやすっごいとんでもない一話と、うん、言っちゃっていいですか、本当にもう本当にいいスタートを切れた、素晴らしい一話だったと思います、作画も素晴らしいし、私すっごいなって思ったのが、天文台で夜のお楽しみ会を、設立した時に、天文台の中の埃っぽさがちょっとこう埃がチラチラ散ってる、あそこの作画が、いや煙っぽい、煙たいっていうか埃っぽいんだけど、なんかすっごい綺麗で、うわ私ここにいる、まあ部屋も暗かったのもあったんですけど、ここにいるってめっちゃ感動しました、すごかったです、綺麗だったね、本当に素晴らしい一話でございましたけども、そのまま2話の振り返りもしていきたいと思います、はい、2人が仲良くなったことはクラスメートには秘密にしようということでございましたけども、なんと勝手にソファーをゲットしちゃいました
そこ可愛かったですね。あそこ可愛かったですね。運ぶ時とか結構ねあれアドリブなんだよね。そうですね、アドリブ多めでしたね。ちょっと待ってお前本当に重い、いや持ってかなって結構コノちゃんのアドリブ強引にソファー持ってこようとするちょっと待って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 パワー系です、パワー系だって、はい、そしてなんと、はい、訪問者が訪れます。簡単ですね、クソ猫出ましたね、いわくつーちゃんでございます、ね、はい、このつーちゃんが来てしまいましたけども、うん、なんとそのことがきっかけで倉敷先生が天文台にこの二人がいることを知りました、はい、ガンタは居場所を守るために天文部になることを提案し、二、うん、人は天文部、そしてなんと顧問は倉敷先生がやってくれるということでございましたけども、はい、このシーンいかがでしたか。やっぱりあそこも二人が不眠症だっていうことを分かっているからこそ、はい、のだけど決してこう見えやすい分かりやすい見え方ではなくて、はい、っていうなんかあの倉敷先生の持っていき方がさすがだなっていう、ね、でもあそこでちゃんと大人としてまず諭すっていうのがすごいですよね。そうなの、まず諭してから、うん、でも2人の心情も理解してるから、うん、あのやらなきゃいけないことはこうなんだけども、うん、でも場所としてはちゃんと守ってあげるっていう、優しさを感じますよね。優しさをすごい感じましたね。最初倉敷先生にバレる時のあの仁王立ちっていうんですかあそこを見た時は、うん、終わったってやっぱ思うんですけど、その後の倉敷先生の優しさに、大好きだ やっぱ大好きだって思いますね。あとのガンタ君の守り方もやっぱりあのあここを守るというか、そうですね、あそこの流れも良かったですよね。大蔵本当にそのやっぱりこう潔が眠れないっていうことも分かってたからこそ、はい、自分僕だけですって意地でも言い切る、本当に僕だけです。多分倉敷先生はあの場面絶対分かってたんですよ。もう一人いるみたいな感じは、ね、絶対分かってるけどいや僕だけですみたいな、あれはすっごいすごいしたし、もうちゃんとそこで正直にこの場所をどうかお願いしますって言い切れるガンタになれたのもやっぱりその倉敷先生の真正面から受け止めくださる、それこそ能登さんの真正面から受けてくださるお芝居があったからこそだと僕は本当に思っております。感謝しかございません。こちらこそでございます。ありがとうございます。はい、ということでたくさんリスナーさんからのメッセージも今回もいただいてるということでございますので、はい、じゃあこのちゃんお願いしてもいいですか。はい、これ私ラジオで読むの2通目なんですよ。2回目ですからね、ラジオで読むの慣れたかな。ペンネームエビフライ猫さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤さん、田村さん、野田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。 こんばんは。先日七尾市内で開催された先行上映会に参加させていただきました、はい、作品が素敵なのはもちろんのこと、トークショー内で田村さんがななおのイントネーションに気を使って話されていたのがとても印象的で、作品への愛にあふれている素敵な方だなと思いました。一七尾市民としてぜひ他のキャストさんにも七尾市へ遊びに来ていただきたいのですが、皆さんがもし七尾市に訪れた際何かやりたいことはありますか、うんうん、また能登さんは石川県のご出身ですが、はい、七尾市への印象などがあれば教えていただきたいです。今後のアニメ放送ラジエ配信楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。あ、先行上映会、はいはいはい、9日に行ってきまして、ええ、じゃあ皆さんにですねちょっとお土産をお渡ししたいなと、はいはい、あ本当に ありがとう。まず能登さんからよろしいですか。もちろん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 。ここに嬉しい、ありがとうございます。お酒が飲めるということで、わー能登の地酒嬉しい、ぜひ飲んでください。ありがとうございます。あ、とっても立派な巾着に開けたいな。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして佐藤さん、はい、前回私プレゼントするんだったら、うんうん、化粧水と私言ったね言いましたが、日本酒佐藤さんへも日本酒ですね。いやでも、はい、何よりも嬉しい、はい、こちらも能登の地酒。ありがとうございます。やっぱりね地方のお地酒っていうのは、はい、そこでしか味わえない味ですから。そしてですね温泉さんあのスタッフさんにも、あらそれ一体何、東白サブレというお菓子を皆さんでちょっと後で食べてください。ああ上から失礼して、この気遣いですよ、本当に
素晴らしい。売れますよ。ありがとうございます。もう本当に帰ってゆっくりいただきたいと思いますけども、はい、やっぱり今感想にもありました通り、はい、石川県といえば、はい、七尾市といえばでもございませんが、構いませんが、野戸さんからやっぱりご出身ということで、はい、ぜひ、はい、こういうところとかどうかななんていうのをお伺いしたいなと思うんですけども、はい、なんか名所だったりとか、はい、ここはこういうのがあるよとかっていうのはございますか。私自身が七尾で、あ、そう、七尾なんだよね、アクセントがね。そう、まずはここから市がつくと七尾市なんですけど、はい、七尾単体だけだと七尾なんですよね。そうだったんだ。それはちょっと俺は勉強不足だったな。覚えておこう。覚えておいてください。七尾、はい、そう、この七尾の自分が訪れたことがあるのは野戸島水族館と、あと有名な和倉温泉という温泉。あ、確かにもういいですよ。本当ですか。すごい、なんか、うん、やっぱりこう名所っていうイメージはございますけども、うんうん、あ、本当にその和倉温泉の、はい、お湯はとても温まりますし、はい、すっごくいい場所なんですけど、1回目のね、ラジオ、はい、私聞かせていただいたんですけど、お二人のそれでね、コウさんのデビュー戦そう、この店行こうなって思いながら言ってます。でもそう、もう本当そこでなんかこう元君がすごいなんかこうツッコミが良かったりとか、でもこの二人最高と思いながら、もうみんな聞いてほしい。みんな聞いてください。その中で好美ちゃんが、はい、行ったことないけど懐かしい気持ちになるって、はい、ラジオの時おっしゃられてたと思うんですけど、私も行ったことある箇所としては、はい、まあ、限られてますけれど、はい、なんかそのもうなんか行く過程のところとかでも、はい、なんかあ、すごい懐かしいとか、このなんか風景に包まれたいとか、はい、優しい気持ちになるんですよね、土地が。うん、ですごく景色も美しいですし、はい、なんかこう来た人を深く包み込んでくれるような、なので七尾はまだ行ったことないところもたくさんあるので、あと能登の方であったりとかっていうのは私自身も行ってみたいし、ぜひ皆さんにも行っていただきたいなって。本当にその場所に行って得られる空気というのはやっぱり石川県の魅力というか、優しい穏やかな空気がやっぱり石川県全体には流れてるし、特に七尾には。そうなんです。なんか時間はねすごくゆったり流れてて、はい、私金沢市なんですけど、はい、出身はね、はい、金沢もやっぱ時間がちょっとこうゆったり流れてる印象があって、そうなんですね。なのでぜひも皆さん行かれて、ラッピング列車の走行が決まってますからね、うんうんうん、その時に七尾にぜひ行きましょうね、うん、いや、そうだね、俺はまず行って初めましてをしないといけない。そうですね、ただいま、ね、ただいまして、したいですね。いや、そっか、もうだってこのじゃんもう2回行きました、ね、とも入れると2回2回です行って、だってもう移住したいみたいな言いました。私絶対将来住むって決めた。それぐらい本当にいいとこですよね。あ、もう元県民として涙です。嬉しい、七尾大好きです。いや、もう皆さんはぜひ本当にそれこそね、今このちゃんがおっしゃった通りラッピング電車とかもコラボも実際してますし、作中でももちろん夜の風景ではあるんですけども、本当に多分今ね野戸さんがおっしゃった通り温かい空気感、優しい雰囲気っていうのが実際に行けば理解されると思いますので、ぜひ石川県、はい、そして七尾に、七尾市に皆さんで行きましょう。よろしくお願いいたします、はい、紹介は以上となります、はい、引き続き私たちやゲストさんへの質問、アニメ、ラジオの感想などあなたからのお便りをお待ちしています。君は放課後インソムニア、秘密のラジオ活動。ここからはこちらのコーナーをお届けします。眠れないとき何してる？これわかる？はい、ということで夜から朝から来るまであるある、夜更かしあるある、眠れない時のあるあるを募集、みんなで僕って私って変じゃないよねを共有していくコーナーとなっております、はい、野戸さんはすんなり寝れる派ですか、はい、それとも結構時間かかっちゃった日によって結構違って、眠れない時はやっぱり2時3時とかまでね、結構起きてますね、起きちゃいますね、さ
では早速メッセージを紹介していきたいと思います、はい、ペンネームシャチさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。周りが静かすぎて部屋のあちこちからピシッとかパキッとか音が聞こえてきます。これってうちだけですか？あ、ちょっとこれ階段ラジオ、違うラジオ送ってきたかな。大丈夫、これは、あれ不眠症の話ってなかったか。ちなみにですが、お二方にお伺いしたいのはありますか？ピシッパシッパシッパシッ、変な音が聞こえるそうです。あるあるんですか？私はない。あ、ね、あの冷蔵庫のブーンはありますけど。それはね、はい、まあ、生活音としてはあったりするけど、パシはどういう、私結構あるかも。そう言われてみればピシパシ。深夜ですか？うん、深夜一人で寝られない時とか、はい、そういえば、はい、よくなってるかも。まあ、ちなみに佐藤さんは佐藤ゲックはどうですか？あ、でもちょっと待って、福祉施設でバイトしてた時はあったな。これ怪談ラジオに変化しますか？でも野田さんのそのピシパシは同じ部屋とかで良くなるとかということではなく、私がいる周りで、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。私がいる周りで、あのね、そう、はい、なんかこれってピシパシなると来てるとかって、なんかこう、はい、そういう話ですよね。多分ね、それ余計眠れないですよね。だね。ねえ、これはあるあるですか？あ、でも挨拶するようにしてる。そうなる。ちょっと待って、元さんが一気に怖くなった。いやいやいや、でもそれ俺も福祉施設でバイトしてた時に、あの先代からなんかあまりにも警備員暇すぎて、今日はこういうことありましたみたいなノートを全員必ず書くみたいな、でなんか可愛い文化があったんですよ。でもそれを暇でこうそのノートとか見返していくと、今日のあのあれ、あそこの第2階の奥の、あの掃除のロッカーが勝手に開いてたとか、勝手に閉まった瞬間を見た。だからこのラジオは怪談ラジオかっつってんだ。だからもしそうなった時の対処法とかを延々と語り継がれていくんですよ、僕の行ったところのバイト先では。開いてたりとか、そういう明らかにいらっしゃる。いらっしゃる時はあのお疲れですって言って挨拶するんだね。挨拶だけして、あの余計なことはしない。まあ、あの僕あの働いてたところが周りが墓地だったっていうのもあるので、多分そういうこともあると思うんですけど、これもう一つコーナーできるね。なんか違うコーナーできちゃうね。違うコーナーできちゃいますね。じゃあ次のメールいきましょう。はい、続いてのお便りはペンネームピノさんからいただきました、はい、佐藤さん、田村さん、野田さん、こんばんは。こんばんは。深夜にやってる通販番組、はい、買わないけどつい見ちゃう、これってあるあるですよね。いや、これはあるあるですね。買わないけどつい見ちゃう。そう、深夜のハイテンション感、なんと2つ買ったら、あ、買わないといけないってなる。義務感、使命感。え、使わないけど包丁の切れ味いいな。なんかそこまで別に調理器具こだわってないけど、あ、なんか、まあ、包丁5本あってもいいと思う。いいと思う。実際1本でいいんだよ。いいんだ。すっごい上がる。お父さんとかそういうの見ちゃったりするのかな。見ちゃいますよ。もう洗剤買おうかな。あっても取れるんだ。あっても困らないし。そうですね。あの、よくある従来のと。そうなの。比較の。わかります。すごい。押す寸前ですよ。でも我に返るんですよね。ん、違うな。そうなの、こんなにあってもなみたいな。わかります。俺車持ってないのに車の中の消臭のやつ買いそうになったことある、ちょっと待ってみたいな。よかった、とどまってくれてよかったです。違う、俺車持ってねえよ。ね、免許だ思ってんのみたいな。あるあるですよ、これは。あるあるですね。見ちゃいますね。しかも一番なんかぼーっと見ちゃうんですよね。あれはすごく、うん、ポケーっと見ちゃって、いや、ついスーッとそうなっちゃう。あるあるですね。あるあるですね。はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。できればね、あのちょっと怖い話は堪忍していただきたいなと。そうでしたね、苦手でしたね。佐藤さん、僕はあの本当にあの堪忍してください。ということで、引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。
さん、のとさん、起きてますか？まだ起きてるよ。起きてますよ。ちょっと眠れなくて、はいはい、お話ししませんか？お、いいね。パンダム F さんから聞いた話なんですけど、はいはいはい、石川県には弁当を忘れても傘忘れるなという言い伝えがあるらしいですよ。え、そんなのあるの？あるらしいです。ちなみに出身の石川出身ののとさん、はい、これはあります。あら、そう、私おばあちゃんから先祖さんから多分代々かもね。石川県は天候が変わりやすくて、うん、そうなの。特に冬は晴れ間が覗いても雨や雪が急に降り出すことが多い。あ、それは本当なんですか？まあ、基本、はい、とっても天気が変わりやすくって、そう、それでどんてん、あの曇り空が多いんですね、はいはいはい、ね、だから東京に来た時とかにこんなに毎日晴れてるんだって感動して、同じ日本でも、同じ日本でも、そうなんですね。そう、それぐらい、はい、その分、はい、その曇り空から、はい、たまにこうパーって晴れ間に変わった時の光の綺麗さは、はい、ああ、それはちょっと感動するな。群を抜いて美しい。すっごく感動しちゃうんですけど、はい、まあ、それぐらい天気が変わりやすい、コロ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 雨降ったり晴れたりっていう感じなので、まあ、とにかく傘は常に持ってなさいよっていうことでのこの文言だと思うんですけどね。あ、もしかしたら石川県民あるある。私、あの先行上映会の前の日に石川県に行かせていただいたんですけど、夜、あ、これはいい機会だと思って夜のお楽しみ会やろうやろうと思って夜で歩いてたんですよね。あの、す、本当に5分おきぐらいに雨が降ってくるんですよ。そ、本当にそうそうそう、こういうことですか？そういうこと、本当、って感じするじゃないですか。めっちゃしますね。ね、5分おきになんて、って傘買わなきゃって思うんですけど、あれ、歩いてたら晴れたっていう。へ、これは持ち歩きますね。弁当忘れても傘忘れるの。本当なんだ、本当にそのレベルなんです。はい、だからこの言葉がありつつも、県民はもしかしたら、私もそうなんですけど、はい、ちょっとぐらいじゃ刺さなくなっちゃって強くなってくるんですね。まあ、これぐらいならみたいな。そうなんですね。だから金沢駅周辺の施設では、施設や旅館では、うん、旅行客向けに慣れてないからですね、うん、無料の貸し傘や長靴のサービスも行ってるらしいです。これはこれは存じ上げなかったんですけど、いいですね。本当にバーッと降るとき降るので、うん、靴とかこの旅行客の、ね、方に長靴とかあったらすごくいいかもと思いました。本当にじゃあもうそのレベルで、もう他の県民の人とかからしたらびっくりしちゃうレベルで、ね、そうですね、本当に驚かれちゃうかも。あ、ね、そろそろ朝になりそうですね。なんか眠くなってきちゃいましたね。そうでしたね。寝ましょうか。ということで、じゃあ、また今日。おやすみなさい。君は放課後インソムニアからのお知らせやで。まずはアニメ情報です。テレビアニメ君は放課後インソムニアは、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ瀬戸内、テレビ北海道、TV9 九州放送で毎週月曜日24時から、 BS テレビ東京では24時30分から放送中です。北陸放送では木曜日の25時25分から放送となります。そして DMMTV、 D アニメストアでは毎週月曜日25時から最新話を先行配信中です。その他の配信サイトでは土曜日の24時から最新話が配信されます。詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。続いて音楽情報です。アニメのオープニングテーマ、愛子さんのいつ会えたらはデジタルシングルとして好評配信中。そしてホームカミングスさんによるエンディングテーマ、ラプスが収録されているアルバム、ニューネイバーズも現在好評発売中です。さらに作品を彩る劇版をまとめたオリジナルサウンドトラックも発売中となります。楽曲も合わせて
チェックしてみてください。コノちゃん、はい、お知らせ中やぜ。そうですね。感動して泣きそうになってるけど、お知らせ中やぜ。ごめんなさい。君は放課後インソムニアの、ブルーレイの発売が決定いたしました。ブルーレイ第1巻にはアニメ本編第1話から第5話までを収録、小城誠先生による書き下ろしイラストを使用したデジパックやショートドラマ CD を封入した豪華仕様となっております。ブルーレイ第1巻は7月5日水曜日発売です。ぜひお買い求めください。最後に原作情報です。小城誠先生による原作コミックスは現在第12週まで発売中。アニメと一緒に漫画でも君は放課後インソムニアをお楽しみください。以上、君は放課後インソムニアからのお知らせでした。お送りしてきました君は放課後インソムニア秘密のラジオ活動、残念ながらお別れのお時間となってしまいました。番組ではメッセージを募集しています。コーナーへのお便りや作品ラジオの感想などは番組ホームページのメールフォームからお送りください。そしてこの番組本編の後は温泉プレミアム会員限定のおまけパートもあります。今回は放課後天文部活動をお届けします。はい、というわけで第2回よ、終わりましたね。終わったね。なんか終わっちゃうっていう悲しみもあるんですけど、私は感無量です。もう今回はもう僕はもうね、本当にこのちゃんが幸せそうでよかった。そしてね、のどさんに本当に終わってきて、はい、いろんなお話、金沢の話だったりもそうですけども、やはりね、先生としての、はい、役どころ、はい、こんなところがあった、こういう思いがあったっていうのを聞けて、もう本当に僕は感じ無量でございました。いや、私こそです。本当になんかコロナで分散収録だったので、はい、こうお二人とゆっくりお話しする機会が本当になかったので、ラジオっていう形でこうやっていろんなお話ができて、はい、ゲストで呼んでいただけて、はい、すっごく嬉しかったです。ありがとうございます。とんでもないです。私の方が嬉しいです。私が一番嬉しいんです。嬉しい。どうでしたか、この、まあ、ラジオ2回目なんですけども、このちゃん。いや、もう2回なんかもう、1回目からえ1回目から初めてとは思えん、なんかすごく素敵な、だから2人のチームワークというか、はい、ね、私、あれ、このちゃん戻ってきて。本当に泣いてる。でも続けてください。本当に喜ぶので、もうすっごく素敵だなと思いました、はい、もう成長、もう私が言うとおこがましいんですけど、いやいや、見届けたいと思います。お二人の頑張って。本当にね、好きな人から言われてよかったね、はい、ちゃん。いやいや、もう私もいいことはもういいです。よかった。私はいいですもん。じゃあね、本当に素敵なラジオをね、こ、はい、れからも続けていけるように、はい、俺たちも頑張りましょう。はい、はい、ということで、また次回も秘密のラジオ活動に参加してくださいね。ここまでのお相手は君は放課後インソムニア中見ガンタ役の佐藤源と、曲里咲役田村好美と、倉敷うさこ役野戸真美子でした。今夜あなたがよく眠れますように。おやすみなさーい。